てってれバッキンガム宮殿バッキンガムパレス。あ、別にそんなに気にしなくても大丈夫だけど、一応ジャージとかみたいなふざけた格好ではおりません。パカラッ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 。馬ってこんなでかかったっけ。そう、じゃあ日本人のなり恥じない行動を、ふざけたことをすると俺らの頭にね鉛玉がぶち込まれるので。いや、ほんまに一発じゃないから、ガシュンチャカじゃないから、多分バーンドドドドドドッ死体打ちされる。頭だけに終わらんかもしれん。中の建物のスケールがね、もう全部すごいし、全部綺麗だし、まあ、ところどころね、あれ、教科書で見たやつ、あ、教科書で見たやつ、あ、日本ってやっぱ質が、そう、見てわかる、彫刻一つとっても、そう、犬のやつとかな、毛並みの再現、まあ、別に日本が下とかってわけだよな、文化が違うからだけど、そう、なんだろう、細かくさ、シンプルにただ素晴らしい。綺麗っていう感想なの。ちょっとこれなんか美味しそうなんじゃない。俺は普通のストロベリーです。うまっ。え、マジでうまいよ。まさかのイチゴ丸ごと入ってんだけど。え、俺本当に冗談なしに今まで食べてきたアイスクリームで一番美味しい。マジで。あとやばい、溶ける。なんかさ、ヨーロッパのジェラートとかさ、アイスクリームってうまいイメージあるからさ、どっかでは食べようと思ってたけどさ、まさかこんなバッキンガム宮殿の前で。贅沢や。もらってくる。